2つ目こちらです。じゃん、頑張って母を助けたかった。なるほど、はい、ということで、はい、あの普通19、20歳の男の子、うんね、アルバイト一生懸命するとなったら、うん、なんかちょっとおしゃれしたいとか、うんうん、いい車乗りたいとか、うん、大体多くは、うん、私の友達もそうでしたけど、うん、そういうふうにお仕事をすると思うんですけど、うん、あの原田さんちょっと違ったのね。ね、うん、あのね、そうだね、おしゃれとかはねギリでね、うん、やってたかもしれないんだけど、うん、まあね、車とか、車とかがね、まあ無理だよね、無理で、だからその当時にね、今思うとちょっと自分子供だったなと思うんだけど、はい、まあ、大学生、うん、周りの大学生で、まあかっこいい車乗り回してる友達はもともとの友達なんだけども、うん、今でも仲いいんだけども、その当時だけは会わなかった、会いたくなかった、避けてた、はいはいはい、だから、うん、自分の部屋にいてね、車の音が聞こえてくると、うん、イルスを使ったりした、うん、あー、でも裏返すと、うん、やっぱりちょっと憧れもあったのかもしれないね。いいなと思いながら、ちょっと、ああ、でもなあと思う、大変だし、あの自分はできないしなって、そうそうそう、うん、でちょっとね、うん、あのその時はね、その本当にみんなが大学生だから二十歳前後の頃はね、ちょっといじけ気味でした。あ、うん、はい、一生懸命アルバイトして、うん、原田さんちゃんとね、お家にお母さんを助けて、お家にこう家計にも入れてたんです ね、ちょっとね、家、そうだね、家にお金を入れてとかで、うん、だから、うん、まあ完全にね自分のお金が使えないってわけではないけども、うん、あのある程度ちょっとこう、はい、入れてみたいな感じのことをしてたので、はい、周りの友達はだって自分のお給料なんならもう全部自分のために使える子もいたろうから、そうだね、まあ、そういうことを比べたら、うん、大半はそうかも ね、そうですよね、うん、それで比べたら本当私ね、偉かったねってさっきその話を聞いて今の原田さんからは、そう、今の原田さんってどうだでもなんか想像するそういう時もあったのねっていうふうに、うんうん、本当に二十歳前後の頃は一生懸命働いてお母さんを助けてきたっていう原田さんなんですね、うんうん、そうしてるうちにね、うん、そのフリーアルバイター生活もこれはちょっと働かなくちゃダメかなと思って会社員になりまして、うん、はいはい、まあ、カメラ屋さんなんですけど、カメラ屋さんに縁あって、うん、そう、カメラ屋さんに勤めて、はい、でその勤めてる間も、うん、まあ、その今言ってた母親のこともあったんだけども、うん、まあ、普通に働いてたらそのうちちょっと病気になりました、母親がね、はい、そしたら、うん、今までその単純に、はい、まあ、家計のちょっとこう、うん、あのみんなで働いてた分の自分もそこに加わるっていうこと以外にも母親が働けないと、うん、そうなると完全にもうちょっと世帯主状態だよね、うんうん、でそうなった時にそのためにっていうかもう本当に自分の家のために働くみたいな感じの、うん、仕事、まあ、仕事はちゃんとしてるんだけども、うんうんうん、感覚的にね、そういう気持ちになっちゃってます、うん、周りではまだそんな友達いなかったと思うから、そうだね、自分の身の回りにはいなかったかな、うん、ね、いや、でもいるかな、今ご覧の方で、いや、いるいるいる、全然いるいる、そういうふうに親助けなきゃいけなかった、うん、働いてね、家計を助けなきゃいけなかった人ってたくさんいると思う、今の時代多分多いと思う、多いかもしれない、うん、その当時のだからもう、うん、ね、二十数年前っていうかで、だからちょうどそれが20年ちょっと前ぐらいの話だけども、うんうん、それで考えたら今よりも全然多いと思う、全然多いかもしれない、うん、今は自分で学費払わないと学校行けない子もね、学校、そうそう、今ね、僕がよく普段会う若い人は、うん、後々、うん、今の時点でもう何百万だか借金みたいな話ってよくニュースであるようなことが現実にいっぱいあるから、うんうん、だからそれはたまたまね、うんうん、僕の時代ではちょっと、うん、あんまりいなかったかもしれないけども、うんうん、なんかそうだね、今となっては、ね、まあそんなに珍しい話ではない、うん、偉かったなと思うの私、うん、本当にこの話、うん、それで、お母さんがいくつぐらいの時亡くなっちゃうんだっけ、ね、僕が27で母が53の時です。あ、若かったですね、うん、そうそう、だからかなり昔の話の考えだけども自分がね、うんうん、だんだんその年に近づいているぞって思うと、うん、ね、ちょっと複雑ですけどね、だから早かったですね、53でしたからね、うんうん、まあ、大好きなお母さんではあったけれども、うん、正直やっぱり経済的な面では、うんうん、ここはまた一つの転機になったみたいで、ね、そう、それでね、その時にね、うん、なんかね、肩の荷が下りてふーっと楽になったっていうのがあって、うん、それと同時にその母が病気の時に、はい、よくね、お見舞いとか病院に行った時とかに、うん、最近仕事どうなのとか話をして、した時に、はい、いや、こうでこうで順調だよとかいろんな話するじゃないですか、はい、その時に母がね、その時にね、心配っていうかしてたのが、その今の状態でいいのかいっていう、うん、それで
今ねその会社でいろんなこう重要な役割をやったりとか、うん、自分で一生懸命やってるけどもその仕事で満足してるのかいってことをよく言ってたの、うん、だからあの満足するんじゃないよってことはね、うん、どっかで言ってたんです、うんうん、だからその今の彼女はね、うん、長続きするのかいとかねそういうあのやっぱり結婚してほしいとかもあったんだけどでも、うんどうかなってだからそういうなんかね、うん、はーってすごいよねだからそれは分かってるんですね今の彼女は多分離れると思うなとかね、うん、それとかあとは仕事はそのまま続けててもあなたのためにはどうなのかなって思うみたいなことをなんか言ってたの、うん、でそういう時って何言ってんだとか思うんだけども、うん、だから亡くなった時に、うん、ああそっかっていうか、うんまあ、好きなことしていいんだなっていうか自分のやりたい道に進むべきだなって、はい、そこで思ったからうん、そんな感じでですね、はい、あの原田さんは、今ずっとお仕事カメラのお仕事をね、はいうん、されていらっしゃいます、うん、いろんなところでライブハウスで撮ったとか、うん、今こういう仕事してるよっていうの私フェイスブックでいろいろ見て、うんきましたけれどもね、うん、この間そういえばあれどうでしたあの東京で行われた札幌シティジャズ、札幌シティジャズイン東京, 東京はそうそう札幌の何だろうなあのね、うんその空間にいたら札幌にいるみたいだった。あのホワイトロックそのまま持ってきてるんですね。そうだから今はホワイトロックは札幌では形変わっちゃったけども、はい、従来のホワイトロックがそこに、うん、東京の神宮外苑っていうところにあって、はい、そこのね一番突き当たりにある感じなんだけども、うん、要はね何だろう丸山公園の中に、うん、でなんかイベントアートイベントをやっててその一番奥にホワイトロックあるみたいなイメージ。まず第1回としては、うんうんね、札幌から東京でライブイベントってあんまり考えられないの で、よかったんじゃないかな、そこに自分が入れたっていうのはすごい幸せな感じがしました、うんこのようにですね各方面でご活躍の原田さんでございますが、うん最近はですねあの先生としての、ね、お仕事も増えてまいりましたではそのあたりを3つ目のキーワードで伺ってまいります、はい、3つ目こちらですじゃん